はい、よろしくお願いいたします。総裁会、公明の松山でございます。議長よりお許しをいただきましたので、質問をさせていただきます。まず今年の勝山三義町祭りは豪雪のため大変準備が大変でした。土曜日は雨でしたが、日曜日は春のような天候でとても賑やかなお祭りになりました。心配していた人のデモを始まりに起こす人が訪れていただきました。また町のあちらこちらで市民の皆さんが説明やご案内をしている姿があり、おもてなしの心も広がってきました。今後も誇りと自信を持って伝統を継承し、勝山三義町祭りをより一層皆様と一緒に盛り上げていきたいと思います。それでは私の町づくりの3つのテーマ、住みやすい町、市民がつくる町、誇れる勝山ブランドから、観光戦略について、ジオパークについて、シティプロモーションについて、福祉について、雪害についての計5件、5つの質問をさせていただきます。まだ重複する部分が多々ありますが、よろしくお願いをいたします。形式は一問一答方式でお願いをいたします。まず、観光戦略についてお伺いいたします。28年6月には今後の町の核となり、観光の産業化を目指すため、勝山商工会議所が中心となって勝山市観光まちづくり会社が設立されました。日本版 DMO として地域の稼ぐ力を引き出すとともに、地域の誇りと愛着を醸成する、観光地経営の視点に立った観光地地域づくりの舵取り役として、多様な関係者と共同しながら、明確なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するための戦略を作成するとともに、戦略を着実に実施するための調整機能を備えた法人としてスタートいたしました。 DMO における大きな2つの方向性のうち、1つは地域資源の保全志向、これをヨーロッパ型と呼んでおります。また強固な地域アイデンティティを継承し、地域の自然や文化をいかに守り、後世につなげていくかという視点の取り組みです。そしてもう一つ、アメリカ型という地域価値の向上志向は、地域課題を解決し、地域課題の向上を価値をの向上を図るための手段としての観光振興ということができます。勝山版 DMO はこの2つの特徴を生かした混合型の地域 DMO と考えられます。基本的な考え方は、観光振興は地域の魅力を向上させるという地域価値の成長モデルです。収支事業としては、基本的には旅行業、イベント、宿泊業、物販業の3つのカテゴリーに分かれております。そこでまず地域商社としての DMO の役割をお聞きいたします。地域商社とは、地域の多くの関係者を巻き込み、農産物などの地域の資源をブランド化し、生産、加工から販売まで一貫してプロデュースし、地域内外に販売する組織のことであり、地域資源の市場開拓の司令塔です。DMO は観光地域づくりの舵取り役としての役割があります。地域商社と日本版 DMO という2つの存在が、ますます大きな役割を担うことになります。地域商社は商品展開を通じて地域の魅力を外に発信する存在です。DMO は地域商社の部分集合であり、ターゲットを観光に特化させたものです。今後、地域商社機能を持たせたプラットフォームを構築し、戦略的な市場開拓や新商品開発等の活動の展開をしなければならないと考えますが、市の所見をまずお聞きいたします。水上商工観光部長。今ほどの観光戦略についてのうち、はじめに地域商社としての DMO の役割についてご質問いただきましたので、お答えをいたします。勝山市観光まちづくり株式会社は、平成29年8月4日に日本版 DMO 広報法人として観光庁に登録をされております。現在、観光地域づくりの舵取り役としてプラットフォームの構築を図り、広報法人登録時に設定した KPI を進行管理、効果検証を実施することで、日本版 DMO としての登録法人を目指しているところです。また、人材確保による企業の存続を支援して、地域の稼ぐ力を高めていくためのプロデュースを行う、
地域商社としての役割も期待されており、地域の飲食店との連携、あるいは地元の特産品を活用した土産物の新規開発、まあ、この部分は平成30年度は市全体の部分で取り組みたいと、そのように考えています。また売り込みなど観光の産業化と地域経済の活性化を図ることで、市全体の事業者の底上げが期待されております。平成30年度当初予算の中では、商業企業の人材確保につなげるふるさと勝山回帰事業において、地域商社としての観光まちづくり会社への委託を前提として、地方創生推進交付金事業の採択を受けておりますので、積極的な展開を目指してまいりたいと考えております。9番。はい、ありがとうございます。ですね、ここでのプラットフォームの構築が非常に大切なこととなってきます。まちづくり会社の収益を追求するのも当然大切なことでございますが、このプラットフォームに参加する各事業主がですね、その経済の活動につなげていくことが最も重要になってきますので、この地域商社、内閣官房長でも100箇所を目指すという国の指針も出ておりますので、しっかりと勝山市はこの地域商社としての面の DMO をしっかりと捉えてやっていくべきだと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。次に、着地型の商品の開発についてお聞きいたします。今年度はいよいよ城ターミナルを活用して本格的にスタートすることになっております。旅行業免許も地域限定旅行業を取得し、自ら旅行商品を開発し販売する着地型旅行商品の開発が必要となってきます。この着地型旅行商品においては、地域住民などをガイドした地域ツーリズムが一般的であり、観光客に地域の魅力をアピールする貴重な機会となります。同時に、この着地型旅行商品のラインナップは、地域住民に対しても地域の魅力を再確認させる、これもまた貴重な機会であり、地域内外のシティプロモーションとしての情報発信機能も有するところに特徴があります。信州飯山観光局においては、グリーンツーリズムの提供は20年超に及んでおります。当初より地域住民を巻き込みながら進めており、現在は約60のツアーを提供しています。勝山市ではすでにエゴミュージアム協議会において、各地区の特徴を生かしたジオツアーを6回にわたって開催されております。地域ぐるみで観光を生かしたまちづくりを推進する際には、各ツアーや各ガイドを結びつける地域のコーディネーター機能が求められてくると思います。その地域の関係の人材や関係機関と密接な連携を図っていかなければなりませんし、それによって着地型の旅行商品作りが進むのではないかと思います。そこで今後、地域との連携により、高付加価値なオプショナルツアーを造成し、内外へ販売する着地型旅行商品の開発、提供をどのように考えているのか、また、ランドオペレーター機能を持つ、業務の実地などについてはどのように取り組むのか、市の考えをお聞きしています。そして3はですね、観光ガイドについて、これ、関連性がありますので、ここもお聞きをいたします。平成22年6月から一般質問を行ってまいりました勝山市民学芸員についての提案でしたが、この市民学芸員制度は勝山ふるさと検定の合格者、またエコミュージアムに長年関わってきた方々、ジオパークガイドの方、また観光ガイドボランティアクラブの方々を対象に、勉強した地域を生かし活躍できる市民学芸員制度を設けて、その中でも特に興味のある方を勝山コンシェルジュとかガイド、インタープリターとして認定し、活躍ができる環境を作るべきと質問してきました。答弁では、今後はジオパークガイド養成講座を受講し、ガイドとしてのガイド活動に意欲をお持ちの方を対象とした登録ガイドの仕組みを考えるや、また旅行会社や観光客等からのガイド派遣要請に応えていただきたいと考えていますと答えられていました。また、29年度におきましては、街中巡りガイドの養成講座を開かれていましたが、今後のガイドの養成、登録や活動組織はどのように考えているのか、またガイド料や総合案内としてのワンストップ窓口はどのように考えているのか、以上について市の考えをお聞きいたします。市長、
水上商工観光部長。着地型旅行商品の開発についてお答えをいたします。今年度も勝山市観光まちづくり株式会社において町中巡りとして町中におけるジオパーク内のジオサイトを巡り、学術的に貴重な地形や地質遺産、それに根ざした自然、歴史、文化を学んで楽しむジオツアーを実施しております。また勝山市は白山信仰の拠点、白山平泉寺、夢折れ勝山など繊維産業を中心とした近代化産業遺産群、スキージャム勝山など多くの観光資源に恵まれております。観光まちづくり会社ではこれらの観光資源を生かした着地型旅行商品の開発を行い、各種データ等の継続的な収集分析を図っているところでございます。本年度におきましては、これまではイベントとしてやっておりました街中の巡りツアー、こういったものに食事を加える、あるいは谷のお面さん祭り、こういったものをツアー化する中で、どういったものが商品としてやっていけるのか、そういったものを探っているところでございます。また市内外の観光案内を担当するジオターミナル観光コンシェルジュが、食事場所や宿泊場所などの手配予約を観光客に代わって行うラウンドオペレーターとしての機能を発揮できるよう、現在各種研修への参加を促してまいりたいと考えているところでございます。次に観光ガイドについてお答えいたします。現在観光ガイドを行っている団体は勝山市観光ガイドボランティアクラブとジオパークガイドの会の2団体がございます。観光ガイドボランティアクラブは会員数23名、ガイド料は案内する観光客の人数にかかわらずガイド1人につき1000円となっております。市街地なども案内はしますが、もうそのほとんど、ほぼ 100% 近くが、平泉寺白山神社の境内と、その周辺の案内となっております。2017年は開山、1300年記念の年ということもあり、この数年前から白山平泉寺、平泉寺白山神社を訪れる観光客が増加傾向にありました。ちょうど開山1300年となりました昨年の平泉寺におけるガイドの依頼件数は610件、人数にして2374名、この依頼件数人数ともに5年前から5倍に増えております。またこの平泉寺の場合は春先4月の終わりから11月というこの短期間にこれが集中していることもありまして、昨年はガイドをお断りしたり、無理してやっていただいたガイド自身が体調を崩してしまったり、あるいはもう駐車場そのものが不足したりと、さまざまな課題が残っています。また大手旅行事業者からはガイド料を値上げしてもっとガイドのスキルアップも図ってほしいという声も正直いただいています。大手旅行事業者からの聞き取りによりますと、平泉寺への観光ツアー数は昨年1300年は一つのピークだったかもしれませんが、今後もその魅力から高止まりになると、そういうふうな予想をされています。市でも昨年の状況を踏まえ、大手旅行事業者との協議の中でガイド料の値上げや平泉寺の環境清掃費、さらには事務費の上乗せなど、旅行者との間では合意を得たわけでございますが、ガイドボランティアクラブと繰り返し協議をしたところ、やはりガイドボランティアクラブとしてはボランティアの1回1000円、この体制はなかなか崩せないと、そういうことで、旅行業者が求めるような有料ガイドへの移行は今の体制では困難というのが現状でございます。これを受けまして勝山市としましては、この観光ガイドボランティアクラブとは別に、観光ガイドの方々の支援をいただきながら、大手旅行事業者からの今後のニーズに対応するための有料ガイド組織の立ち上げ、これが必要であると現在考えております。一方、ジオパークガイドの会につきましては、現在15名の方が登録されております。今後のガイドの要請につきましては、今年度に引き続き、来年度もガイド養成講座を行い、実働できるガイドの増員を図ってまいります。
また、ガイド料や受付窓口のワンストップ化につきましても、有料ガイドとして適正な料金体系を構築し、観光案内と各種観光ガイドの窓口が一本化できるよう、基本的にはジオターミナルの観光コンシェルジュを視野に入れながら調整をしてまいります。9番。はい、ですね、これも近々の課題です。もう4月から、オープンするということなんで、必ずこのニーズはすぐに出てくるものだと思っております。そして今のご答弁でありましたように、本当に旧来の受け入れ体制では、それらのニーズに対応しきれなくなってきます。地域が自ら商品サービスを開発し、観光客を集客してもてなす着地型の本格的な取り組みがこれから求められていくと思います。着地型観光の成功にはとにかく地域自らの手でマーケティングや PR、 品質管理や資源管理などのマネジメントをしっかりと行う必要がありますので、ここのところをまず最初に抑えるべきだと思っております。そしてまたこうした旅行商品の拡大は関連産業の振興ですね、観光産業は特に裾野が広いと言われております。雇用の拡大など地域の活性化といった大きなものをもたらすものでございます。こうして観光が地域に与える経済の波及効果、さらには生産波及効果、雇用創出効果、これは多大なものがございますので、しっかりと取り組んでいっていただきたいと思いますし、勝山市の観光振興ビジョンにおきましても、観光振興に市民の力が必要であるということを基本として、市民一人一人が地域の自信と誇りを持って来訪者へ笑顔でおもてなしをしていくということもしっかりと表現をされておりましたので、本格的に今年度からいろいろな面で現実の課題、そして取り組みの方法、本当に大変な1年になると思いますが、市民の皆さんと一緒になって頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。続きまして、ジオパークの質問に入らせていただきます。ジオパークの再認定についてお伺いをいたします。現在日本ジオパークには43地域が認定されています。また世界ジオパーク青木をはじめ8地域が認定されています。勝山市は恐竜化石が眠る手取層群や氷河岳周辺に見られる火山火山の地形や地質七里壁と呼ばれる河岸段丘や王将図のような人々の暮らしに関わりの深いものなど、市内全域にたくさんのジオサイトがあり、訪れる人が目で見て肌で感じることができる地域丸ごとジオパークを目指しています。勝山市は恐竜渓谷福井勝山ジオパークとして平成21年に日本で8番目に認定されました。しかし平成25年の12月16日の日本ジオパーク委員会の再審査の際に、勝山市では市民による活動は活発に行われているものの、それはすべてエコミュージアム活動として認識されていて、ジオパークの活動としては行われていない。さらにジオパークは地質地形遺産などを中心にエコミュージアムを保管する活動として取り組んでいる。また福井県立恐竜博物館との関係や事務局体制が弱いと指摘され、この事項等が改善されなければ2年後の再審査を認定が取り消されるという条件付き再認定となりました。それを受けて平成27年度からはエゴミュージアムで培ったまちづくりの成果をジオパークにおいて発展的に展開し、まちづくりを推進していくと大きな舵を切りました。また提言いたしましたエコミュージアムとジオパークを一体化してまちづくりを進める組織もジオパークまちづくり課として新設をされております。再認定に向けて限られた時間の中で市民の皆さんと共同でしっかり取り組み、平成27年12月14日の日本ジオパーク委員会において見事日本ジオパークの再認定をクリアすることができました。その再認定されまして、早くも来年のですね、31年の11月には、4年ごとの審査を迎えることになります。今年度が大変重要な年となり、しっかりと準備をしなければなりません。しかし、平成29年、
12月22日、日本ジオパークは新規認定及び再認定審査結果におきまして、茨城県北ジオパークが初めての認定取り消しがなされました。理由としては、関係者の連携が不足していることや、ジオパークとの活動として慌てないなど、また、保全、教育、ジオツーリス、ネットワークの活動等の柱も不明確であるということが原因であります。このように、ジオパークの認定を受けることが大変厳しい環境になってきていますが、勝山市では再認定後から戦略的にエコミュージアム協議会、ジオパーク推進協議会の皆様方と、ジオパークをまちづくりに生かしています。それを身のあるものにするために、本当に今年は再認定を目指すための大事な一点となります。そこで再認定に向けてお聞きをいたします。最近のジオパークをめぐる状況をどのように認識し、どう対応していく考えなのか。取り組んできての具体的な成果と今後の課題や取り組んでいきたいことについてどのように考えているのか、エコミュージアム協議会、ジオパーク推進協議会の連携はどのようになっているのか、そして、市民の意識の変化などについてどのように感じているのか、市の考えをお伺いいたします。山岸市長。ジオパークの再認定についてお答えをいたします。最近の日本ジオパークをめぐる状況といたしまして、審査の厳格化があります。ジオサイトの保全や保護、教育普及活動、ジオツアーなどの活用が適切かつ十分なものであるか、さらに運営組織や体制が持続的なものであるかなど、ジオパークを活用し、持続的な取り組みを重視した大変厳しいものとなっております。再審査においては、情報共有や連携の不足、事務局体制の弱体化などを理由に、現時点で3地域のユネスコ世界ジオパークを含む6地域が、条件付き再認定となり、次の再認定に向けて課題解決に取り組んでおります。こうした状況を踏まえて、平成28年度から理学博士である町ジオパーク専門員を勝山市は配置し、市内小中学校でのジオパーク学習をはじめ、地域団体や、地域団体の会合において、ジオパーク出前講座を行っております。また、恐竜渓谷福井勝山ジオパーク推進協議会では、県立恐竜博物館やエコミュージアム協議会などの構成団体と情報を共有するとともに、再認定審査で指摘された課題解決に向け、進捗状況を確認しながら、各構成団体がさらにジオパークを意識した活動に取り組むよう連携を図っております。特にエコミュージアム協議会では、発掘した自然、歴史、産業などの遺産と、大地の関係を地域住民が改めて見直し、ジオツアーのモデルコースを作成するなど、地域資源を活用した活動を展開しております。こうした取り組みの結果、市民のジオパーク活動の参加者は、平成28年度の延べ1206人が、平成29年度は延べ2046人と大きく増え、ジオパークを通してふるさとを知り、愛着を持ち、自らがふるさとを語られる人材の育成が図られたと思います。また、市民の皆様にジオパークの体験を通して、ジオパークの楽しさを知っていただくため、ジオパーク推進協議会を構成する各団体の皆様と共同し、今月の24日にジオパークフェスタを開催いたします。フェスタでは、我が町魅力発散事業報告会をポスター発表として実施することで、より多くの方にまちづくり活動を紹介するとともに、まちづくり団体とジオパーク関係団体との新たなコラボの場とすることで、ジオパーク活動を進めてまいります。9番。はい、ありがとうございます。ジオパーク登録からもう本当に10年目に入るとする本当に節目の年でございます。
当初はなかなかジオパーク、市民の皆さんにどうやって説明していっていいかと皆さんとお話したことがあるんですが、ようやく、この人間の営みを、するのはもともとそこの土地であり気候であり風土であり、そういったことで、植物生物が生き、そして人間の生活があるんだということで皆さんでだんだん理解していただけるようになってきたと思います。そしてそういった点からですね、勝山市は大変素晴らしいこのような多様性がある町でございます。そしてそれがですね、市民の皆さん、そして子どもたちの教育にも役立っていると思いますので、次には子どもたちのですね、ジオパーク、教育についてお伺いをしたいと思います。ジオパーク認定に際し、次のようなことが最も重要視されております。遺産を保全し、後世に伝えること、ジオツーリズムを通じた地球科学の普及や、環境教育への活用、遺産を活用した地域の人々の活動、観光振興及び地域振興における地域の活性化などが課題となるわけです。そして次の世代に受け継がならなければならないということが大きな課題です。そのためにはジオパークの教育への活用が重要でございます。全国のジオパーク教育の例としては、糸魚川市をはじめ、室戸高校ジオパーク学、島原のジュニアマイスターなどがあり、小学校から高校までジオパークを活用しています。また、2017年からは下北ジオパークでは子どもたちに下北の特徴をよく知ってもらうために各学校活動を促す目的で5市町村の小中高校のジオパーク教育や県内外の研究者がジオサイトを研究する際の費用を補助する制度を始めました。平成23年12月の定例会では、ジオパークは地球資源を生かした教育活動も求められておりますが、この地域地質遺産の保護と地球科学の普及、学習にどのように取り組まれて進めていくのかという質問をさせていただきました。教育省からは、平成22年度からはジオパーク学習支援事業を実施し、また子どもたちのジオパーク学習を通して、子どもたちの環境意識の一層の向上が図れるように取り組みを考えていると答弁されておりますが、そこで今までの小中学校の取り組みについての成果と課題、そしてまたジオパーク学習を通して、シビックプライドのさらなる醸成について、以上についてどのように考えておられるのか、お聞きをいたします。梅田教育長。ジオパーク教育につきまして、今までの小中学校の取り組みにおいての成果と課題等についてお答えいたします。勝山市では平成22年度から積極的にジオパーク学習を推進してきております。当初は主に小学校6年生で学習する理科授業、大地の作りと変化の中で恐竜発掘現場の見学、福井県立恐竜博物館の見学、恐竜発掘体験、街中地質遺産の見学などを行ってまいりましたが、現在では ESD に関する取り組みの中で、ふるさと学習の一環といたしまして、勝山に豊かな自然に触れながら、この恵まれた環境を有効に活用したり、時代に守り伝えていく工夫を考えたりする学習へと発展をさせてきております。例えば野向小学校では、高尾山をはじめとした地域の特色ある地形について散策をしながら学びを深めるだけでなく、地域にある神社など地形によってもたらされた歴史的文化的な遺産や事象について学んだり、高尾山の豊かな自然をより多くの人に親しんでもらうために何ができるか考えて登山道を整備したりする学習にも取り組んでおります。また地域の風土が育てた特産物についても学習し、地域の方々や公民館、各種団体の協力を得ながら、栽培、収穫、販売等の体験的な学習にも取り組み、その成果を地域等に発信をしているところであります。これは一例でございまして、それぞれの小中学校で地域の特徴に合わせながら、
単に知識的、科学的な学習を行うだけでなく、地域の人々とのつながりの中で、環境保全面、歴史文化面、食や観光商業の面、さらには子どもたちのキャリア教育面へと多面的に学習を展開してきているところであります。こうしたこれまでの成果といたしまして、児童生徒の地域の特色に対する知識や理解が深まったことはもちろんでありますが、ふるさとを大切に思う心情が育ってきている点が挙げられると考えております。一方、課題といたしましては、野外での学習が多くなるため、交通費等が増大する点や、専門家の指導が必要となって、先生方がその人材確保や連絡調整に苦労するという面もございますが、地域の人材に加えまして、市の児童パーク専門員を積極的に活用しながら、地域に根ざした特色ある児童パーク学習の充実に努めているのが現状でございます。次に、児童パーク学習を通して学校教育における、シビックライフ、これのさらなる情勢についてお答えいたします。例えば、佐岐町祭りなどの勝山の伝統文化について学び、児童たちが楽しみながらその文化の継承者となろうとする活動に取り組んだり、地域の歴史や風土を学びながら自分たちのふるさとの美しく豊かな環境づくりに積極的に関わったりする学習を通して、多くの児童生徒にふるさとを大切に思う心情が育まれていることは今ほど申し上げたとおりでございます。具体的に申し上げますと、平成29年度の学校児童生徒の意識調査ではですね、自分の住んでいる地域が好きだと答えた児童生徒は小学校で 90%、 中学校で 85% を超えております。また自分の地域に誇れるものがあると答えた児童生徒は同じく小学校では 91%、 中学校では 86% と高い数値になっております。このように各学校で取り組んでいる児童パーク学習による効果が出ているということを大変喜んでいるところでありますが、愛着と誇りがないふるさとに戻りたいと思う人はいないでしょうし、ふるさとを盛り上げようと頑張る人材も生まれないと思います。教育委員会といたしましては、今後とも小中学校での児童パーク学習を推進し、子どもたちのシビックプライドがさらに醸成されるよう取り組んでまいりたいと考えております。9番。はい、ご答弁誠にありがとうございます。こうして、勝山の子どもたち、本当に、勝山の自然や歴史文化、いろいろと体験する機会が多い地区だと思います。この間も南小学校でずっと三義町の指導をしておりまして、本当に子どもたちが生き生きとしている、本当に楽しく伝統を継承していけれるという環境づくりができているということは、素晴らしい教育であると私は思っておりますし、シビックプライドというのは、その町に対する市民の誇りや愛着のことですが、単なる郷土愛を表すだけじゃなくてですね、自分自身がその町に関わってですね、もっと町を良くしようとか、町をどのようにしていこうとか、そういったビジョンに関わるものでございますので、ここのところをしっかりと教育をしていただきたいと思いますし、今嬉しいことに私も自然教育で行きますが、子どもたちから教えてもらうことが随分多くなってきました。そういう子どもたちの意見や考えを大人たちがまた素直に聞けるという環境は、また一つ勝山のふるさとの素晴らしいふるさとを作る一つのシビックプライドだと思いますので、これからもしっかりと子どもたちの教育を進めていっていただきたいと思います。次にですね、シティプロモーションについてお伺いいたします。地域の魅力を戦略的、効果的に内外に情報を発信し、定住、交流人口の増加や産業の活性化を図る持続的、発展的な可能な町を目指すシティプロモーション活動に、これからもしっかりと取り組んでいかなければなりません。このような中でですね、今、シェアリングエコノミーということが出始めております。これはですね、近年世界で注目を集めているんですが、共生型経済ということで、
地域の就業機会の創出、これ朝田中議員の方からも質問されてましたが、空き家などの有給資産の活用や少子高齢化や介護などといった地域が抱えるさまざまな課題をシェアするという概念を導入することによって、公助じゃなくて共助で解決し、持続可能な実態を実現しようという試みです。このように公用としては、有給資産の活用、地域課題の解決、ただの消費を超えたつながりや関係性の構築があります。シェアリングエコノミーは社会を大きく変えるインパクトを持つと考えられ、こうした視点は地域の抱える課題を解決する自治体の選択肢として重要となっています。国におきましても平成29年に1月安倍内閣が推進する一要総括約社会をシェアリングエコノミーで実現できる可能性を踏まえ、シェアリングエコノミー促進室が設置され、国を挙げたムーブメントとなっています。平成27年には市場規模を285億円でしたが、平成30年には500億を突破するという予測をされております。平成29年11月8日には、鯖江市、佐賀県多久市、ここの市長は、とても市長と仲がいいところの市ですね、そこの14都の市とともにですね、その協会からシェアリングシティというのに認定されております。今現在ですね、日本の60の自治体がこれに取り組もうとしているところでございます。多久市は特にクラウドソーシングによる仕事の仲介や、浜松市は体験型旅行、公共施設の有効活用、湯沢市は子育てシェアリングの取り組みを始めております。持続可能な都市づくりを進めている鯖江市では、街中で活用可能な資産の共有を図ることで生まれる新しい経済指導の先導的な取り組みを始めております。このように自治体経営におけるシェアリングエコノミーの導入は、経済効果とともに人口減少社会における幅広い社会課題、地域課題に対応できると考えられます。シェアリングエコノミーを包括的に進めるシェアリングシティ政策を本市でも取り組むべきだと思いますが、市の見解をお伺いいたします。上出総務部長。シェアリングエコノミーに向けた取り組みについてお答えいたします。一般社団法人シェアリングエコノミー協会では、シェアリングエコノミーは主に5つに分類されるとしております。1つ目としてお金のシェア、例としてクラウドファンディング。2つ目として移動のシェア、例としてカーシェア。3つ目として物のシェア、例としてフリーマーケット。4つ目として空間のシェア、例としてホームシェア。そして5つ目としてスキルのシェア、例として家事代行などが挙げられております。笠間市ではホワイトザウルス復活リボン作戦や、映画ローカル線ガールズなど、ガバメントクラウドファンディングではお金のシェア、消費者センターのリサイクル情報でのもののシェア、インキュベート施設やお試し移住体験施設で空間のシェア、家事保育代行の子育て生活応援事業や、高齢者の給食サービスでのスキルのシェアを行っており、シェアリングエコノミーの事例と考えております。現在、市内のほとんどの地区において、人口減少により年齢構成が変化した結果、長年にわたり基礎的コミュニティが担ってきた共助機能が弱体しております。失われつつある共助機能を維持強化し、集落で暮らし続けたいという住民の希望を叶えるために、地域住民が主体となって暮らしに必要な機能やサービスを補っていくための手段として有効な方策と考えられますので、先進的に取り組んでいる事例を参考にし、また勝山市の特徴や状況を踏まえ、このような取り組みができないか検討してまいります。9番。ありがとうございます。
ですね、本当にこういった共助という意味からでもですね、今後の人口減少社会や高齢化社会における地域の課題の解決のためには、やはりそういった概念を持っている方が得策だと思いますし、これによりいろいろと経済的にも効果がございますし、今からインバウンドなんかが大きくなってきますと、大きな民泊を消化していますですね、Airbnb という会社とか、またライドシェアのサービスの Uber などの会社が非常に成長をしているところでございます。そういった経済の面、そしてまた街づくりの面ということで、今からシェアという概念をしっかりと皆さんで作っていきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。続けてですね、ふるさと納税におけるシティプロモーションの取り組みについてお伺いをいたします。これまでも税以外の受収財源の確保と各種事業の資金調達ということで、何回も質問させていただきましたし、その対応のため、税収以外の受収財源の確保を考えていかなければなりません。そこで税金に頼らない民間資金を活用した新しい資金集めの手段として、クラウドファンディングと自治体が行うガバメントクラウドファンディングの活用、またふるさと納税のさらなる活用についてこれまでも提案を行ってきました。さらに今後も勝山市多くの方から寄付をいただけるような取り組みの充実が必要と考えております。総務省がですね、28年度の調査によりますと、ふるさと納税の寄付額がまだ過去最高を更新しております。28年度の総額は約2844億円、前の年度の 1.7 倍です。そしてまた、この自治体の中でですね、ランキング1は宮崎県都城市で、なんと受け入れ額は73億円です。で、受け入れ件数は52万件という突出した結果となっております。勝山市のふるさと納税の現状はですね、28年には約2000万。そして受け入れが459件とあります。非常に、大変ありがたい寄付をいただいておりますが、市の方では今後の方針として、具体的な方策としてですね、1、勝山市にゆかりのある方や高額寄付者の思いを大切にした対応に努める。2、返礼品の魅力を高め、自主財源確保のツールとして、ふるさと納税制度を促進するなどに今後取り組むとのことですが、まず、市としての年間の寄付金額、件数の達成目標を持つべきではないでしょうか。そしてまた、直近数年間でですね、勝山市民が納税することによる市税の減収額はどれくらいなのか、お願いをいたします。また、返礼品の内容が充実していることが大きなウエイトを占めていることは事実です。その一方で、加熱気味とも言われる返礼品のあり方や、ふるさと納税の制度に対する自治体の考えもそれぞれ、違います。総務省が特産品の送付については、3割程度の適切な良識を持って対応してくださいとの通知があり、勝山市でもふるさと納税制度の趣旨を考え、過度な贈り物は必要はないと思いますが、やはり寄付をいただいた方には感謝の意を表すため、ある程度の形は必要ではないかと思います。現在は返礼品も従来から、お米やお酒に加え、お菓子や鮎釣り券など、8品目を追加し、中にはユニークなネジアートや空き家管理サービスなどもあり、かなり充実が図られてきておられます。返礼品には基本ではその地域の特産品などが贈られることが多く、ブランド化などを促進し、仕事や雇用の創出、地域経済の活性化につながることが期待されております。また、寄付をいただくとですね、またポイントを付与し、ポイントに応じた返礼を選ぶことができるすることや、朝も答弁でありましたが、地方ツアーや産業祭り、市を満喫ツアーを組み、参加できる招待券など、アイデア次第では、勝山での観光誘客にもつながる、またご本人も楽しんでいただける、リピーターにつながるようなものを考えるべきではないでしょうか。そこで、今回は返礼品をシティプロモーションの方からの質問なので、対外的なツールと考えるべきであるが、その視点から商品開発、
商品の募集の取り組みを今後どのように進めるのか、また町内の複数部門の協力体制の強化を図るべきと考えます。また還付率と総経費は何パーセントか以上について市の考えをお聞きいたします。水上商工観光部長。ふるさと納税におけるシティプロモーションの取り組みについてお答えいたします。勝山市へのふるさと納税は2月末現在で470件1919万円と昨年をやや上回る金額となっております。体制をきちっとすることで平成30年度におきましては8500件1億円これを目標に取り組んでまいりたいと考えております。勝山市民のふるさと納税による市税の減収額につきましては平成28年度課税において151万円減収率 0.16%、 平成29年度課税においては329万円減収率で 0.34% となっております。しかしながらこの市税減収率につきましては普通地方交付税の基準財政需要額に反映されることもあり、市税減収への影響はさほど大きくないと認識しております。またふるさと納税の返礼品として市の特産品を提供することはシティプロモーションの観点から市の知名度向上にも効果があり市の経済の活性化にもつながると考えます。目標額達成に向け事業者の方々への事業の PR そしてふるさと創生移住化を中心として農業政策課、観光政策課、商工振興課など町内関係課との連携のもと市内事業者とともに新たな返礼品の提供や現在の返礼品の改良をお願いし魅力ある返礼品リスト、これを作ってまいりたいと考えています。今年度の新たな取り組みとしましてスキージャム勝山のリフト1日券を返礼品として提供いたしましたところ11月中旬から1月末までの間に100件近くの寄付が寄せられました。このように勝山市を訪れていただける返礼品は市内での飲食宿泊観光施設の来訪などの副次的効果を生むため来年度は体験型旅行型商品の充実を図りたいと考えています。返礼率につきましては総務省通達に留意しつつも地域間競争の現状を踏まえますとやはりボトムである1万円から2万円の寄付に対しては若干高めな設定が必要かと考えています。全体としては寄付金額の増額と新たな寄付者の獲得を目的とした寄付申し込みウェブサイトとの契約寄付受付管理返礼品発注発送管理などの業務委託にかかる経費返礼品調達にかかる経費返礼品発送にかかる経費そしてこれまで勝山市が大切にしてきた純粋に勝山市を応援したいと思ってくださる出身者を中心とした寄付者の思いを大切にするための経費、全体としまして寄付金額の6割から7割の支出を見込んでおります。ふるさと納税による寄付を通じて勝山市を知ってもらい寄付を増やすことで地域経済を活性化させるそして寄付者と継続的な信頼関係を形成することで勝山市へのリピーターを増やすなど単に寄付金額のアップにとどまらず勝山市のファンになっていただける方を増やすシティプロモーションの手段としてのふるさと納税の取り組みを強化してまいりたいと考えています。9番。はい、1位でした宮崎県の都の城市ではですね、その返礼金の1万円台だけでもですね、100種類を超える商品がラインナップされている、大変充実を図られているところです。仮に3割の返礼品で作っても、その3割はその事業主のところに経済として回るということで、大変地域の活性化にもつながると思います。そしてですね、なぜ1億円の目標、僕は2億も3億もって言ってほしかったんですが、
どこの村だったか、前年度600万しかなかったところが、次の年度には6億円という数字もありますし、ですね、もう一つ、宮崎県の、ちっちゃな町だったんですが、なんとですね、388万円が27年度では7億円、なっております。そういった驚異的な伸びがあるということでございますが、あくまでも今回はシティプロモーションから見たふるさと納税の活用についてです。本当はですね、そのふるさと納税の使い方によって集まってくれるのがいいかもしれませんが、こうしたふるさと納税の返礼品をマーケティングにも生かせるということで、今後の道の駅またはジオターミナルの観光産業の振興におきましてはですね、そのマーケティングという意味でも大きな活用ができると思いますので、できるだけ多くの方を巻き込んだ返礼品の対策としていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。次に福祉についてお伺いをいたします。第7次勝山老人福祉計画介護保険事業計画の策定についてお伺いをいたします。2018年度は介護報酬、診療報酬の同時改定のほか、地域医療構想をはじめとする医療、介護計画、国庫財政運営の都道府県単位化、改正介護保険法などが一斉にスタートする年となります。勝山市におきましても、30年度から32年度までの3年間、第7次勝山市老人福祉計画、介護保険事業計画が実施されます。基本理念は、総合計画にある安心して暮らせる長寿社会の実現ということで、高齢者の自立支援の促進、高齢者介護体制の充実、高齢者総合相談、支援の充実という目標に策定をされております。この計画は、団塊の世代が75歳になる平成37年までに、地域包括ケアシステムを構築するための点検、評価、改善に資する重要な計画と位置づけられております。その中でも地域包括ケアシステムの強化に向けて、自立支援と重度化防止、医療、介護の連携に向けた取り組みなど、第7期、計画には医療計画との整合性の確保、高齢者の自立支援、重度化防止化に向けた保険者機能強化の推進などが新たに加わります。市では老人福祉計画や介護保険事業計画について、第6次の計画の進行管理を行い、第7次の計画策定に向けて、ニーズ調査や関係団体へのヒアリングを実施しながら、当市における課題整理を進められてこられました。そこで、今年度が改定の年となるわけですが、第6次計画と比較して、地域包括ケアシステムの強化に向け、新たな方向性と事業について、基本目標など、継続して行う点や廃止する点、また新たに導入する点など、特に具体的な目標についてお聞きいたします。また、介護保険料についてですが、介護報酬の改定が 0.54% 引き上げに決まり、これから3年間の介護サービスの総給付費と運営に係る費用、介護予防等に必要な費用など、3年間の介護に係る総額が80億円を超えるとのことで、第1号被保険者の介護保険料についての考え方の説明をお伺いいたします。松井健康福祉部長。福祉についての中の第7次勝山市老人福祉計画介護保険事業計画の策定の中の地域包括ケアシステムの強化についてお答えします。地域包括ケアシステムとは、高齢者が重度な要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしができるよう、住まい、医療、介護、介護予防、生活支援の5つが一体的に提供されることを言います。第7次老人福祉計画介護保険事業計画では、これまでの第6次計画で構築された地域包括ケアシステムを強化することとしています。そのため、これまでの在宅と医療の連携を推進する事業を引き続き継続していきたいと考えております。また、新たな取り組みといたしましては、地域ケア個別会議と
認知症初期集中支援チームの配置を行います。地域ケア個別会議は地域包括ケアシステムの強化のために国が高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止を目的として全国で実施することを推進しております。この会議は高齢者の自立支援と生活の質の向上を目的としてリハビリ専門職などによる助言を得ながらケアプランの作成と介護サービスの提供を行うことを目指しております。勝山市におきましては今年度この会議のモデル事業を実施しておりますが、30年度からは内容を充実していきたいと思います。また今後継続して会議を実施していくことによりサービス提供者側のスキルアップと地域に不足する資源などの課題の発見や解決につなげていきたいと考えます。認知症初期集中支援チームにつきましては高齢化に伴い認知症状を持つ方が増えていることから国は認知症対策の一環として各市町村に配置することを推進してきました。これは認知症状があっても医療機関への受診につながない、つながらない方に対し認知症の専門職が訪問等を行い受診や治療、介護サービス等の利用につながるようにするものです。勝山市におきましても平成30年度に地域包括支援センターに支援チームを配置し認知症の方への支援を強化していきます。今後とも各種事業に取り組みながら地域包括ケアシステムの強化を推進していきます。次に、第1号被保険者の介護保険料についてお答えします。第1号保険料は介護サービスごとの見込み料、地域支援事業費に要する費用等を積み上げて必要な保険料を算出いたします。平成30年度から平成32年度の第7次計画期間中の介護保険料については基準月額を5900円としたいと考えております。通常は高齢者数の増加に伴い給付費等の増加が予想されますが第6次の基準月額と同額となっております。今回の介護保険料については増額要素として第1号保険料の負担割合が 22% から 23% になったことや介護報酬改定等があります。一方で市内の介護療養型医療施設の廃止や介護老人保健施設から特別養護老人ホームへの転換による給付費の減による減額要素がございます。また近年の傾向として高齢者数に対する要介護・要支援認定者数の割合、つまり要介護認定率が少しずつ下がってきております。これらの要素を積み上げた結果、介護保険料を据え置いても大丈夫であると判断したところでございます。9番、代表質問でございますので10分程度延長をお願いいたします。10分程度の延長を許します。はい、はいはい、答弁ありがとうございました。本当にこの老人福祉計画の策定3年に1回という大変短なスパンで行っていかなければなりません。本当にですね、少子高齢化の進展と人口減少社会、または家族や地域社会の変化がなど社会情勢が本当に3年間の中でも大きく変化をしてきます。また人々の価値観やライフスタイルの多様化もございますし、これまでの制度や仕組みでは対応できないような新しい課題が必ず生じてくるものでございます。それで各分野ではさらに取り組みが求められておりますし、2025年問題、いわゆる介護パニックって言われる問題なんですが、この時代になりますと、団塊の世代が75歳となりまして、5人に1人が75歳以上、3人に1人が65歳以上という本当に超高齢社会を目指します。その意味でもですね、しっかりと
介護に、要介護とかそういったことをならないような取り組みがますます必要となってくると思います。そしてまたそんな中でですね、保険料の選定をするわけでございますが、今回は、ないということでございますが、それが大きな付けにならないようにまだいろいろと計画上進めていっていただきたいと思います。それでは次、虚弱というフレイルということで防止についてお伺いをいたします。フレイルというのは虚弱を意味する言葉で、高齢になって筋力や活力が衰えていくことをはじめ、精神心理や社会性が低下していくことを指します。すなわち健常な状態と要介護状態の中間の状態であります。人は加齢が進むに従って徐々に心身の機能が低下し、日常生活活動や自立度の低下を得て要介護の状態に陥っていく。この心身機能の顕著な低下を虚弱フレイルと一般的に呼んでおりまして、要介護への最たる要因であります。まださらに複数の要素が絡み合い負の連鎖を起こすとも言われています。その虚弱のことをフレイルと呼ぶことが日本老年医学会から2014年に提唱されております。いくつか定義がありますが、よく採用される定義では、意図としない体重低下や握力低下、異疲労感、歩行速度低下、身体活動正当化の5項目のうち3項目以上に該当すると、このフレイル、虚弱とみなされます。高齢になっても心身の活力が落ちたフレイルと呼ばれる状態の人が、国内には少なくとも250万人はいるとみられることが、日英の研究チームの解析で分かりました。介護予防としてのフレイル予防にお伺いをさせていただきます。フレイルを予防するためには、その意味と予防の重要性を広く啓発とともに、地域における健康づくりや介護予防の取り組みを支援することが必要と考えますが、このフレイル予防の対策を積極的に進めていくべきだと考えますが、市の見解をお伺いいたします。松井健康福祉部長。フレイル防止についてお答えします。高齢者が元気に過ごすことを目的とし、これまでは筋力低下が低下してきた方や家に閉じこもりがちになっている方を対象として、健康長寿一番体操教室やゆったり活山を会場として行うお出かけサロンなどを実施し、介護予防に取り組んできました。しかし高齢化が進む中では心身機能が低下してきた時期からだけではなく、健康な時期から虚弱にならないためのフレイル予防も重要だと考えます。勝山市においては、今年度第7次勝山市老人福祉計画介護保険事業計画を策定し、高齢者の健康づくり介護予防としてフレイル予防の普及啓発をしていくこととし、高齢者がフレイルの状態に早く気づき早期に治療や介護予防に取り組めることを推進してまいります。またフレイル予防には栄養、運動、社会参加の3つの要素が必要となっており、これまでの運動や閉じこもり予防の介護予防に加えて、健康的な食生活や口腔ケアの推進とともに、趣味や生きがいなどを生かした社会参加ができる取り組みを推進していきたいと考えております。9番、あと何分です？5分、はいはい、残り5分です。はい、ですね、フレイルは予防活動ですね、介護費の削減ができるという狙いで皆さん取り組んでおりますので、今大都市中心として航空フレイルなどが行われております。またフレイルサポーターと呼ばれる市民団体もできているということで、そういった取り組みを参考にして進めていっていただきたいと思います。最後に説明についてお伺いします。今回大雪でですね、ブルドーザーが遅くて仕事に遅刻するなど市民の声がたくさんありましたが、業者の皆さんも除雪作業に当たられていましたし、市の方も対応に大変な苦労もあったと思います。本当にご苦労様でございました。
この大雪の軽減はですね、道路管理に携わる関係情報共有の必要性や、除雪専用機械の有効性、また除雪や排雪作業の応援体制強化の必要性など、多くの問題点に気づく機会となっております。特に高齢化により除雪が困難になってきている地域も出ていることが事実です。高齢化での地域の弱体化が如実に現れております。変化していく社会情勢の中で、このことを曖昧にしていくわけにはいかないと思います。それでですね、地域の皆さんからも、建設課の方に非常に多く要望があったと思いますが、除雪ができる、できない、いつごろになるかというような情報の提供と堺市での丸岡地区で起きた事故の中での情報の共有の課題が挙がっております。今回、情報の提供と関係機関の情報の共有という点では、どのようになっているのでしょうか。また、昨年12月で、事前防災行動計画、タイムラインの策定について提案をし、市でも今年度策定することで、高く評価をするところでございます。今回は台風災害タイムラインとの策定のことですが、今回の雪害など、発生までの減少が長時間に及び、被害の規模等が想定できる進行型災害においては、早期の段階での情報把握と各機関との連携を持つことで、防災と減災が可能になります。勝山市においても、雪害タイムラインを策定し、地域 防災計画に盛り込むべきだと考えますが、市の考えをお伺いいたします。はい、上出総務部長。説明についてお答えをいたします。今回の大雪によりまして、市民よりさまざまな問い合わせを多数いただいております。いつ除雪が来るかというものや、玄関先に雪を置いていったというもの、水路に水が来ないというものが多様でありまして、その都度除雪業者に作業の進捗を確認したり、現地を確認するなどして個別に対応してまいりましたが、道路除雪の状況など、市民全体の情報提供が適切にできたかというと、不十分であったと認識しております。今回の大雪では、災害対策本部から定期的な緊急メールやホームページを通じて、生活情報および被害情報を発信してまいりましたが、今後はより市民ニーズを捉えた情報の提供ができるよう、研究してまいりたいと考えております。また、関係機関との情報共有につきましては、県、警察署、消防署、市民の方などからさまざまな情報の提供がありましたが、受付窓口を雪害対策本部に一本化し、個々の情報に対する対応、進捗状況や結果の情報についても、本部に集約するよう努めました。実際には対策本部設置後の2、3日間は、情報管理がスムーズでなかった面が多々ありましたが、その後は及第点をいただけるような状況であったと認識しております。今後は公助の要である災害対策本部の徹底した情報の一元管理に向けて努めていきたいと考えております。次に、雪害タイムラインの策定についてお答えします。雪害は発災までの期間と発災してからの期間が長いため、台風災害タイムラインと異なる点はありますが、いつ誰が何をするかという根本的な部分に変わりなく、その策定により、先を見越した早め早めの行動が可能となります。また、防災活動を明記することで、活動の抜け、漏れ、落ちの防止を図ることができます。この勝山市版、雪害タイムラインにつきましては、今年1月より作成作業に入っておりましたが、今度の大雪により、さまざまな課題が浮き彫りになりましたので、これらの対策も含め、早急に整備を進め、地域防災計画に盛り込んでまいります。9番。はい、ありがとうございました。本当に、大雪の教訓がいろいろありましたけど、今後そういった教訓を生かしていかなければなりませんし、この経験9番、時間もあります。はい、最後に、長官も当たりましてですね、やはり、お互いに協力し合って住みやすい地域を作っていかなければならないと思います。どうかよろしくお願いいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。